皆さんこんにちは、たそがれのアイスです。リアルデイズ100デイズ79日目やっていきましょう。今回ですね、一応20分のつもりでやるんですけど、多分ね若干遅れてると思うので、まあちょっと今日はね日付変わったら終わりという感じでやっていきたいと思います。ということでレッツゴー。こっちですね、レッツゴー。はい、それではスタートということでね、前回森の洋館を攻略して、でそんな感じで、エンチャントされた金リンゴ、そしてベックス風の装飾、そしてフシのトーテムが2つと、こんな感じで手に入って、まあ火薬もついでに25個ぐらい集まって、まあ嬉しかったねっていう話で終わったんですよね。でちょっとね荷物がパンパンなんだけど、これをこうすることで1個枠を開けるというね、まあそういうね裏技も使いつつ、重いねやっぱり。でこれエンダーチェストを置いて、エンダーチェストの中にこちらですね、ロードストーンコンパス、こちら入っておりますので、こちらを使ってね帰っていきたいと思いますが、こちらがシルクタッチであることをしっかりと確認し回収して、花火が欲しい、花火持って、で帰り道ね向こうということで向こうへ帰っていきます。あー無事攻略終わってよかった。本当にあのバグエグすぎたからさ、治ってよかったよ本当に。まあバグってね、大抵なんか再起動とかリログとかしたら大体治るっちゃ治るんですけど、まあそれでもね、なんかリログして治らなかった時やばいよねっていう話で、まあ治ってよかった、恐ろしいバグって感じですね。何よりも無限ベックスが一番きつかった。まあ壁貫通のねエボーカー攻撃はまあギリ耐えてたけど、無限にベックス飛んでくるのはさすがに無理ゲーすぎる。なのでまあちょっとね、あのバグは治ってよかったなと思います。いや、やっぱマイクラやるときは一回 PC 再起動してこなきゃダメだなって思いました。ということでね、まあ今回はね、今回も PC を再起動してから来ました。おっと、いいものありますね。いいものをゲットしていきましょう。よいしょっと。さあ、こちらね、金ですね。金ブロックがありますので、金ブロックだけ欲しい。さあ、金ブロックをもらっていきまして、もしかしてアイテムがパンパン。砂糖いらないですね。砂糖いらないので、これ捨てて、こちらは、ファイヤーチャージ、撤回、あ、間違えた。まあ、そんなに欲しいものはないかな。まあ、金だけもらって帰りますか。まあ、金だけあればいいべ。で、なんかさ、行き道にさ、あんまり、なんか古代都市がありそうな山脈っぽい場所なかったですよね。あんまりなんか山脈っぽい場所見当たってなかったですけど、まあ今回はもう行かないかなって感じでやっているので、まあ行かないかなって感じですね。まあ行かなくていいかなと思います。まあ行ければね良かったですけど、でも行ってもさ、正直さあんまり何もないんだよな。なんかなんていうの、動画映えはしないんだよな。ただ攻略するだけだから、別にね倒すべき敵もいませんし、まあ若干宝箱を開けつつ隠密しつつって感じなので、まあ正直なんかやることはないよねっていう、なんかあんまり動画にさする必要ないような動画になるよねみたいな、まあこの企画でね、なんか動画にする必要ないような動画は何本かありますけど、まあこれはね、まあそういう企画なので、まあしゃあないとして割り切ってはいるんですが、意外と遠いな拠点。そろそろ着くんじゃない拠点。結構触れてる。あー、この辺はなんか結構初めの方に通った記憶があるから、多分もうちょっとかな。多分この海越えたら拠点かな。いや、海じゃなかったな。そういえば拠点って海側じゃなかったから、海側じゃなかったんですよね、確か。この森を越えた先かな。そんな気がする。ようやくね、帰ってきましたね。多分そろそろ拠点だと思うんですけど、意外と遠いな。なんか前回さ、なんかめっちゃ重かったからさ、あんまり距離感覚がわかんなかったんですよね。なんか前回重いことに気を取られて、どれくらい飛んだかあんま分かんなかったっていう、まあそんなこともありつつ、はあマジでなんかすごい疲れた。なんか普段の森の洋館の3倍ぐらい疲れたということで、本当に遠いな。でそういえば、あのウィザー討伐いつしましょう。まあなんかもう用意は整ったから、いつでもいいっちゃいいんですけど、まあ、ある程度ね、なんか、闘技場的なものはね、作りたいので、この辺ってさ、この辺古代都市ってないですか？この辺ってさ、あれ？この辺なんかワンチャン古代都市ねえかな？でもなんか山脈っぽくはないんだよな。山脈っぽくはないよね。なんか山岳って感じ。
でこの辺拠点か、あ、ここ拠点ですね。拠点のすぐ横の森でした、山でした。ということで帰ってまいりました。ふー、よしよしよし、帰ってきた。まあね、なんとか死にかけましたけど、まあ一応ね、フシの盾もあったし、まあ大丈夫でしょみたいな、そんな感じでしたね。よし、これしまって、フシの盾もしまっておいてよし、火薬はもう全部、紙はねえわ。紙ねえわ。とりあえず荷物整理からしていきまーす。これと、ドロップ品が、これこれこれ、あ、これはドロップ品じゃないですね。これとこれと、ベックスはここではないか。ベックス風の装飾は装飾入れですね。この辺にエンチャント金リンゴも入れておいて、装飾したいんですけどね、装飾なんか しようかな。なんかダイヤモンドってさ、今多少余ってはいるんだよね、多分。わかんねえけど。わかんねえけど、なんか余ってる気がするから若干装飾はしたいんですよね。赤石がなんかいっぱいあるな。森林探検家の地図はもういらないので、ここにしまっておいて、エンダーチェストでしょ。エメラルドが27個。まあ、エメラルドはね、後々交易に使いましょう。よし。で、火打ち石と内金はしまっておいてよしなんだけども、なんか使い勝手じゃねえよ。なんだっけ。あれが、耐久がないですね。火打ち石と内金って一応確か耐久つくはずなんですけど、なんかつけるのもめんどくさいので、基本的に使い捨てでいいかなって思っております。よいしょっと、さあ、チェストプレートつけて、ロケット花火とエリトラーと、なんかさ、多いよな。あれ？いつもこんなに持ってたっけ？荷物。なんか1個多いんだよな。盾か。いつもって盾持ってないんだっけ？なんかいつも盾持ってなかった気がするから、盾しまっておいて、多分いつも持ってたのがこの9個で、この9マスですね。まあ、この9マス、まあ、右3列は固定で、まあ、ここがこんな感じでって感じで、そんな感じですね。で、1回ね、ファントムカウントをリセットしたいんだけど、夜じゃないんですよね、今。さて、今日は何しましょうか。ネザライト、この辺さ、全部ネザライトにしちゃってもいいか。もう混ぜるもんないかな。もう混ぜるもんありますか？多分ないんだけど。で、そういえばさ、そう、交易でさ、ラピスラズイってゲットできたよね、確か。エメラルド持って、丸石と、こっちにあるかな？醸造台。醸造台1個か。まあ、もう1個ぐらい欲しい。丸石と、エンダーチェストじゃない、エンダー、じゃあ、ブレイズロッドか。これを持って、これ、醸造台作って、醸造台でさ、確かエメラルドってさ、もらえるんですよね。そう、なんでね、これにね、これを思い出したかというと、前のワールドですね。前のワールドで、ちょっと待って、言葉が出てこない。前のワールドでですね、この、なんだっけ、こいつでなるやつ。聖職者かな、そちらをね、作った際に、あ、なんかラピスラズリ攻撃できるっていうことに気づきまして、それでね、まあ、作っていこうかなって感じですね。ということで、これとこれを置きまして、聖職者を2人作ります。で、フニクか、赤石か、まあ、赤石効率悪くて草。でもフニクもね、なんか捨てるほどないんですよね、別に。確かそんなにフニクも多くなかったはずだから、持ってる数は。フニクってさ、ゾンピグトラップだったらいっぱいあるけど、ゾンピグトラップないからな。フニクってそんなにあります？フニク、47。割とカスより。エメラルドで攻撃するしかないか。ということで、うわー、痛いよ。顔面をぶつけました。で、鉄もさ、集めたいんですよね、実は。聖職者、お前、お前、まあ、これで攻撃するしかないか。ほら、あ、レベル上がりましたね、オッケーオッケー。レベルが上がりまして、ラピスラズですね。これをガーンともらいまして、さらにレベルが上がります。で、寝るけど、こいつはもう用なしかな？まあ、一旦今日はあんまり用ないから、金なんてね、攻撃に使えませんので、もう一人聖職者がどっかにいるはずなの、いた。お前も、エメラルドの暴力で、こっちか。レベルを上げていく。OK。さあ、レベル上げて、さあ、レベル上がれ。OK。レベル上がったので、ラピスラズリもらいまして、ラピスラズリの効率悪すぎてくさ。なんかもうちょっとラピスラズリいっぱい取れるかなって思ったんですけど、ダメそうです。で、一旦ね、鉄も欲しい。鉄も欲しいので、これに変えて、アンチを作りたいので、ここに1、2、3、4と、アンチを作りまして、弓で一
罰しばいて、剣を持って、さあ剣でね、こちらね、アイテムボーナスがついておりますので、ドロップ数は増えません。アイテムボーナスついててもね、増えませんと。さあ、1匹買った。さあ、2匹目。1匹ずつね、まあ一応安全を期してね、1匹ずつ倒していきます。さあ、来い。さあ、しばいて、しばいて、しばいて。これもね、これで時間かかるからね。で、鉄がね、意外となかったんですよね、この前。倉庫を漁っていた時に。鉄が意外となかったので、鉄は欲しい。ということで、なんかさ、なんか寝てないんだけど、こいつら。オッケー、さあ倒していく、オッケー。で、鉄が12個か、ちょっとしょっぱいな。お前らもう寝ていいよ、今日用ないから。さて、では今日も、クリーパー集めもういる？もういらないよね。クリーパー、まあ、集めるだけ集めておきましょうか。まあ、ちょっと火薬を集めていきたいと思います。まあ、今日も今日とて、そんな感じでやっていきますか。鉄も欲しいんだけどな。ラピスラズリやっぱ掘った方が早いな、これ。掘った方が早い。100% 掘った方が早い。攻撃、ちょっとしてみたけど、多分ね、掘った方が早いですね。で、多分、確かさ、ラピスラズリってさ、上の方が出やすいみたいな仕様じゃなかったっけ？なんか、ラピスラズリって上の方が出やすかった記憶があるんですけど、アイさんの記憶違いかな。なんか、鉄フロア掘った方が案外出やすいみたいな気がする。さすがにね、なんか、ダイヤ以外の鉱石に関してはね、さすがに覚えてない。分布。分布さすがに覚えてないんですけど、なんか上の方が出やすかった記憶がある。まあ、どっちが正しいかどうかわかんないけど。コン、オッケー。さあ、そして、2個。2個か、しょっぱすぎな。しょっぱすぎる。しょっぱすぎるとしょっぱいなが混ざりました、今。2体倒して2個ま。一応、アイテムボーナス3ついてるんですけど、アイテムボーナス？もうちょっと仕事してもらえませんかね。今日も今日とてクリーパーを買っているわけなんですけど、クリーパーが全然いませんね。お、卵があります。8分の1チャレンジ！ほら！はい、生まれませんと。ぶっちゃけ鶏生まれたところで宝何なんですけど。今日なんか話すことありましたっけ？まあ、森の洋館、そう、裏でね、最近ね、なんだっけ、若干ね、取引をしてエメラルドをね、増やそうとしてるんですよね。なんでかっていうとね、気づいたらエメラルドがなかったっていうね。エメラルドね、前のワールド、エメラルドを、ビーコンの土台に使ってるせいで、なんか、いっぱい使ってるんですよね、謎に。謎にいっぱい使っててね、ないんですよね、エメラルドが。交易用に使える。エメラルドないんですよね。まあ、それでね、ちょっと、集めようと思っております。ほい、オッケー。それでまあ若干ね、聖職者作って、腐肉をね、トレードしていたりするんですけど、もう一匹いる！オッケー、かわしていく？もう一匹いるやつを先に処したい。ほら、ほら、オッケー。まあ、腐肉と、まあ、石ですね、石類の交易と、まあ、それが一番な、多分効率いいと思うので、前のワールドだったら、それが一番効率いいと思うので、それでやってるんですけど、まあ、正直、あんまり数は集まらないよね、みたいな。ほん、オッケー。あれクリーパー？あ、いた。すれ違い通信しました。さあ、ゾンビ3鬱陶しいので、ゾンビ3をさっさと処していきたい。ゾンビが、ほん。かわせ。オッケー、かわした。オッケー、ほん。オッケー、倒していく。オッケー。ほん。おい。おいて。ほん、オッケー。さあ、裏からもゾンビが来ております。一旦ね、お肉を食べたい。お肉食べて。まあ、ゾンビはね、相手にする必要ないので、一旦スルーしまして。さあ、火薬が20。まあまあいいペースでは集まっております。さあ、ファントムさんがいる。ちょっとファントムカウントリセットしてきていいっすか。ファントムカウントは邪魔なので、リセットしていきたい。ファントムね、本当にいらないよね、この敵。ファントムとかいう敵、マジで存在意義がない。まあ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 、そんな話をしつつ。一旦ここで、ホンでキャンセル。ちゃんとキャンセルして。オッケー。よし。では引き続きね。まあ、火薬もある程度あるし、使っても、でもさ、火薬集めるのに火薬使うの本末転倒すぎませんかっていう話でさ。まあ、いっか。普通に歩いて探しましょう。まあ、飛んでいった方がね、クリーパー探し早いんですけど。まあ、ね。まあね。まあ、本末転倒っていう言葉はね、あまりよろしくない。ということで、まあ、クリーパー相変わらず探していきますが。
いや落ち着いたなって感じ。あとウィザー討伐して、あとなんかどっか行くとこあります？あとさ、まあ襲撃とかはやってもいいけど、襲撃も別にって感じなんだよな。てかピリジャーが湧かないと襲撃できないんだよな。ピリジャーってさ、まあピリジャーの塔あったら話は早いんですけど、ピリジャーの塔って今のところ見つかっていないため、この辺さ山だからさ、ちょっと見通し悪いんだよな。ピリジャーの前哨基地とかないのかな？てかそうそうそう、ピリジャーの前哨基地で思い出した。前のワールドさ、なんかピリジャーの前哨基地から出るさ装飾って取ったっけ？あ、取ったな、多分取ったけど、なんかめっちゃいっぱい回ったんだよな。確か20個ぐらい回ってようやくゲットしたピリジャーの前哨基地だった気がするんですけど、ちょっと今のとこカットでお願いします。そう、なんか20個ぐらい集まって回ってゲットした気がするんですけど、あれ引きめちゃめちゃ悪かったよね。あれ本当に引き悪かった気がする、ね、そんなに出ないかってぐらい出なかったよねあれ。ていうかさ、そう今回のワールド、てか前のワールド以外さ、あばら模様の確率があまりに高すぎる。あばら模様そんなにね手に入りにくいものなはずなのに、前回前のワールドもね結構苦労したのにね、なんかバンバン出るんですよね謎に。さあクリーパー発見、ポンポン、オッケー。今外しかけて焦りました。まあ、フシのトーテムね、もう持っているので、フシのトーテムね、持っているので、まあ、食らっても大丈夫みたいな話はなかったりあったり。さあ、蜂の巣です。蜂の巣、若干欲しいけど、まあ、言ってもいらない。ふぅ。本当になんか、最近もうやることがなくなってきて困っております。あとやることは、まあ、あれか、ブランチマイニングか。あとブランチマイニングをやったら終わりじゃない？やること。わあ。あとやることブランチマイニングだけな気がするんですけど、あいつ気のせいですか？ポン、ポン、ポン、ああ無理だ、ああ火薬が火薬欲しかったのに。あとさ、やることってブランチマイニングぐらいじゃないですか？ポン、ああ火薬がもう火薬、ああ火薬落ちてる。ラッキー。火薬、クリーパーが2体いるとめんどくさいんだよね。落ちないんだよね。よしよしよし、まあまあまあ、まあまあ集まりましたね。で、まあ今日はこれぐらいで終わりかな？もうちょっといるかな？もうちょっといますね。本当に疲れた。マジで疲れた。あ、なんか、エンダーマンが大変なことになっている。お前さ、雨宿りって言葉を覚えた方がいい。ね、雨宿りしたらさ、それでいいじゃん。お前さ、ね、わかるよね？雨宿りって言葉。わからない？わからないか？エンダーマンってね、痛いよ。エンダーマンってね、確かね、なんか人間の言葉わかんないんですよね。なんか、エンダーマンってね、なんか設定的には人間より上位存在みたいな、そういう設定のはずなんですよね、確か。まあ、それでね、エンディングの時になんかエンダーマンがめっちゃ話してるんですけど、あれ何言ってるかちょっとよくわかんないっていうね。あれちょっと何言ってるんでしょうね。アイスさんあんまよくわかんないんですけど。じゃあちょっと夜なので、朝なので帰りますか。花火。花火持って、こっちだっけ？方向感覚がなくなりました。こっちかもしれない。多分こっち。あれこっちじゃないかな？あれですね。まさかの方向感覚を失うっていうね。はい、ということでね、まあ、そろそろ日付変わったと思うので、79、あれ今日って79じゃね？今日79だね。まだ日付変わってないね。でさ、これさ、どうする？これさ、作ったはいいけどさ、もう用なしなんですよね、実は。実はもう用なしっていうね。さあ、まだデイ79ですね。意外と長い。さあ、もうやることもなくなってきたし、さあ、どうするって感じですね。あ、デイ79って意外と長い。あれ今日デイ、え今日デイ79だから、あ、待って、今日変わってるわ。じゃあ、デイ79は日付変わった後か。ということで、本日終了でーす。はい、ということで、79日目お疲れ様でした。いや、本当にね、あとウィザーをいつ倒すかっていう問題と、あとはね、ブランチマイニングをただひたすらやるだけの動画になると思うんですけど、まあそんな感じでね、よろしくお願いします。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。